さて、やるか。名門佐々木家の子息佐々木鉄之助を預かることになった新選組。鉄之助は素行が悪く定職にもつかない落ちこぼれ、いわゆる悪ガキだった。各所をたらい回しにされ、最終的に落ち着いたのが新選組だったという。名門の手前、無下にも扱えず、土方が小姓として鉄之助の面倒を見ることになる。だが鉄之助は止める者がいないのをいいことに傍若無人な振る舞いを続ける。おい鉄、お前いつまでこんなことを続けるつもりなんだ。これ以上新選組の足を引っ張るようなら、俺はてめえを切らなきゃならねえ。だったら切ればいい。どうせ俺は兄貴みてえにはなれねえ。佐々木家にもここにもどこにも入れねえ。俺は生まれついての落ちこぼれなんだよ。だったら俺は俺のやり方で好きなように生きて、好きなように死んでやる。やけになった鉄之助は通りがかった銀時に難癖をつけるが、返り討ちにされる。そこに飛び込んできたのは見回り組局長佐々木伊三郎だった。見回り組は名門のエリートのみで構成された警察組織。伊三郎は鉄之助の兄で、鉄之助を新選組に送り込んだ張本人でもあった。確か新選組には指導に背いた者に腹を切らせる局中法となる掟があるとか。佐々木家に遠慮はいりません。切っていいですよ。それ、佐々木家の名を汚すだけの劣等遺伝子はこの世に必要ありませんよ。心配はいりません。アドレス帳から目かけの子はもうとっくに削除してありますから。悪いな、ついでに俺のアドレスも削除しといたぜ。こっちのに入った優等生のアドレスもな、あいにく俺のフォルダの区分はバラガキしかねえんだ。その夜、鉄之助はなぜ土方が自分をかばったのかわからないと近藤に打ち明ける。バラガキって知ってるか、鉄。近づき触れれば棘が刺さるような手のつけられない暴れん坊。俺の田舎じゃそんなどうしようもない悪たれをバラガキって言うんだ。あいつのことさ、バラガキの都市。あいつはな、お前ら悪ガキどもが震え上がるほどのとんでもねえバラガキだったんだ。土方も鉄之助と同じ目かけの子だった。母親を亡くし路頭に迷う土方を世話したのが腹違いの兄為五郎だった。土方は為五郎だけにはよく懐き、父のように慕っていたという。だがある日、暴漢から土方をかばった為五郎は盲目になってしまう。逆上した土方は暴漢を刺し、その結果家族に疎まれてしまった。それから土方はバラガキと呼ばれ、兄のもとにも顔を出さなくなった。土方が鉄之助をかばったのは、はみ出し者の気持ちがわかるからだと近藤は言う。だがな、鉄、あいつは道からはみ出し
茨の中に身を落として傷つき、ボロボロになってもその歩みを止めはしなかったぞ。家から捨てられておめえがどうするかなんて俺は知らねえ。てめえの道はてめえで選べばいい。だが居場所が欲しいなら、誰かに認められたいなら、その足だけは止めるなよ。いつだって茨を行くバラガキであれ。それから鉄之助は心を入れ替え、職務に励むようになる。自分は強くなる。だから土方も兄から逃げないでくれという鉄之助。翌日、土方は為五郎宛ての手紙を鉄之助に託す。しかし鉄之助は過激派浪士集団チェケラ党に捕らえられてしまう。そこには伊三郎に雇われ、チェケラ党の潜入捜査をする銀時の姿もあった。さてやるか。ご苦労様です。お互い大変ですね。あんな出来損ないのためにこんなところに駆り出されることになるとは。お前知ってたのか、あいつと上位浪士の連中とのつながりを。以前鉄之助は身分を隠してチェケラ島に出入りしていたことがあった。チェケラ島は鉄之助を人質に、新選組と見回り組双方を潰そうと目論む。だが伊三郎は取引に応じず、鉄之助ごと上位浪士を殲滅しようとする。鉄之助が死ねば新選組はその席を追わざるを得ない。邪魔な弟ごと新選組を排除しようというのが伊三郎の企みであった。激高し刀を抜こうとする土方。私の首を持っていくというのならば、首が一つ足りませんよ。抜いてみろ、次はぶち抜く。一触即発の事態に陥る新選組と見回り組。にじり寄る見回り組の前に土方が立ちはだかった。俺たちは茨切り開いてでもここを行く。茨切り開いてでもここを帰る。あいつとバラガキどもと一緒にな。その覚悟のねえやつは何人たりとも通さねえ。この茨たやすく通れると思うな。なるほど、あなたたちが私たちを引き止め、連中の注意を引きつけている間に、裏から忍び込んだ別動隊が鉄之助を救い出す、そういうわけですか。だが別動隊ならこちらも向かわせました。皆さんのお役に立つと良いのですが。これで互いを消せる大義名分ができたと土方は伊三郎を挑発する。残念でしたね、土方さん。私の目的は愚帝の首でも新選組の首でもありません。事件の迅速な解決です。このような茶番に付き合う時間も人間も持ち合わせておりません。つまりたった一人のバラガキをさっさと片付ければそれで済む話なんですよ。そう来なくちゃよ。存外温室育ちのてめえも野生ってもんは忘れちゃいねえらしいな、バラガキ。おまわりさんに逆らったらどうなるか、とくと思い知らせてあげましょう、クソガキ。
よし。それじゃ行くぜ。新選組だ。神妙にしろ。茶番はおしまいです。そこをどきなさい、バラガキ。どくのはてめえだ、エリートさんよ。あなたは私には勝てませんよ。飛んでいきな。クソみたい。ビーッ。クソみたい。ごいってひょっとして全部バレちゃってます。何しろ。ウサギって寂しいと死んじゃうんだ。何しろ。うわっ。こういうのはどうですか。そんだけ行きますよ。何しやがれ。何しやがれ。なかなかやるじゃないですか。行きますよ。さすがは土方さん、伊達に視線をくぐり抜けたわけではなさそうですね。ほほ、まだ喋る余裕があるみたいだな。せいぜい舌噛み切らねえように気をつけな。それに俺たちが勝てるならこいつでだろ。いい加減にしなさい。どうしました。何しやがれ。クソったね。ほら、どうしました。クソったね。思い知らせてあげましょう。踊りなさい。茶番はおしまいです。どうしました。クソったね。いつも叩たけばかり飲みやがって。こちらから行きます。行くぞ。あなたは私には勝てませんよ。クソだったね。こちらから行きますよ。叩き切ってやるぜ。こちらから行きますよ。どうやらあなたのようなタイプは完全に息の根を止めねば
死ぬまで絡みついてくるようですね。そこをどきなさい、バラガキ。避けねば死、避けても死、弾丸に刃、どちらでも好きな方を選びなさい。喧嘩、てめえはそうして飾られてんのがお似合いだぜ、汚ねえバラよ。ここにはてめえらの咲く花畑なんてねえよ。本当に呆れた人ですね、土方さん。事件の収束よりも市民の安全が大事だとでも？いいえ、あなたは市場を優先しただけだ。あなたが救いたがっているのは我が愚弟などではない、土方家のかわいそうな愚弟だ。我々に課せられた使命は罪をそそぐことではない、罪を裁くことです。罪を恐れるあなたに人を裁くことはできない。罪人を裁くには罪人以上の咎を負う覚悟が必要なんですよ。私たちには誰も救うことなどできはしません。己さえも救う権利はありはしない。歯車はただ回るだけです。もう止まりませんよ。見回り組が上にさせるか。出てくな、てめえだけ出ていきな。あっちは、私は。来るのは想定通りってか。相手になってやれ、来い。何しやがれ、何しやがれ、叩き切ってやる。
本物の喧嘩見せてやる。御用改めである。てめえら全員指導不覚悟で切腹だ。二度と悪さすんじゃねえぞ。せえ、一気に決める。せえ、これは何、私は別格みたいな顔してんのに。ヤンキーさん、一気に決める。オラオラ、どうした。叩き切ってやるぜ。ほら、
出てくな、てめえだけ出ていきな。私はこんなもんじゃ足りないぜ。ほらほら、どうした。急がねえと。おい、畳みかけるぞ。新選組だ、神妙にしろ。茶番はおしまいです。そこをどきなさい、バラガキ。どくのはてめえだ、エリートさんよ。こちらから行きますよ。おらっ、おらっ、くそったけ。何しやがれ。出てくな、てめえだけ出ていきな。私はいい加減にしなさい。クソだぜ。どうしました。なかなかやるじゃないですか。さすがは土方さん、伊達に視線をくぐり抜けたわけではなさそうですね。ほう、まだ喋る余裕があるんじゃな。せいぜい舌噛み切らないように気をつけな。それに俺たちが勝てるならこいつでだろ。一気に決め、御用改めである。二度と悪さすんじゃねえぞ。この攻撃はどうですか。どうやらあなたのようなタイプは完全に息の根を止めねば死ぬまで絡みついてくるようですね。そこをどきなさい、バラガキ。避けねば死、避けても死、弾丸に刃、どちらでも好きな方を選びなさい。喧嘩、てめえはそうして飾られてんのがお似合いだぜ。
ぞ。見回り組が上にさせるか。ヒカゲコギャソリン、またそばに。さだにかけるぞ。うわ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 UAH!
ほら、見かけろ。急がねえと。御用改めである。誰にも俺たちの新選組は怪我させねえ。二度と悪さすんじゃねえぞ。こんなもんじゃ足りないぜ。おら、こいつでこいって、ひょっとして全部バレちゃってます。畳みかけるぞ。ほらほら、どうした。茶番はおしまいです。そこをどきなさい、バラガキ。行きますよ。どくのはてめえだ、エリートさんよ。
なかなかやるじゃないですか。さすがは土方さん、伊達に視線をくぐり抜けたわけではなさそうですね。何しなが、ほほ、まだ喋る余裕があるみたいだな。せいぜい下噛み切らねえように気をつけな。それに俺たちが勝てるならこいつでだろ。ほら、いい加減にしなさい。どうしました。よし、てめえら指導を不覚悟で切腹。おら、さあさあ切れ。もう行け。おら、思い知らせてあげましょう。踊りなさい。何、私は別格みたいな顔してんのに。ヤンボアさん、あなたは私には勝てませんよ。どうしました。よし、新選組だ、神妙にしろ。茶番はおしまいです。そこをどきなさい、バラガキ。どくのはてめえだ、エリートさんよ。あなたは私には勝てませんよ。くそったい。どうしました。何しやがれ。なかなかやるじゃないですか。さすがは土方さん、伊達に視線をくぐり抜けたわけではなさそうですね。ほほ、まだ喋る余裕があるみたいだな。せいぜい下噛み切らないように気をつけな。それに俺たちが勝てるならこいつでだろ。くそったれ。飛んでいきな。あなたは私には勝てません。いいもんあるじゃねえか。くそったれ。くそったれ。出てくなら、てめえだけ出ていきな。私は、私はさあさあ消え。死ねえだ。ウサギって寂しいと死んじゃうんだよ。とどめだ。どうしました。くそったり。せえ。思い知らせてあげましょう。踊りなさい。茶番はおしまいです。何しやがれ。
こちらから行きますよ。どうしました？何しやがれ。くそっ、なに、私は別格みたいな顔してんだ。ニャンブワザー、いい加減にしなさい。何しやがれ。どうしました？何しやがれ。何しやがれ。くそったれ。何しやがれ。こちらから行きます。何しやがれ。叩き切ってやるぜ。くそったれ。どうやらあなたのようなタイプは完全に息の根を止めねば死ぬまで絡みついてくるようですね。そこをどきなさい、バラガキ。避けねば死、避けても死、弾丸に刃、どちらでも好きな方を選びなさい。俺に、てめえは、よし、そうして飾られてんのがお似合いだぜ。いつもいつも戦うけばかり伸びやがって。見回り組が上にさせるか。死にな、鉄は一気に決める。これは畳みかける。これはどうしよう。飛んでいきな。飛んでいきな。叩き切ってやるぜ。なに、私は別格みたいな顔してんだ。ニャンゴアザー、こいつでとどめだ。そんなもんだ。早くよ。畳みかけるぞ。どけー。いいじゃねえか。俺が来るのは想定通りってか。相手になってやれ。来い。いつもいつも戦ってばかりじゃねえかって。こいつでとどめ。そらへん。なにしやがる。ほらほら、どうした。俺に勝てると思ってたのか。任務完了だ。
全部バレちゃってます。一気に決めるぞ。これは叩き切ってやるぜ。し、急がねえと。おらおら、どうした？一気に決める。御用を改めてやる。二度と悪さすんじゃねえぞ。どけ。こいつでとどめだ。あるじゃねえか。せっ、せっ、痛いじゃねえか。でぇー、行くぞ。でぇー、よー、よー、くそったね。まだ嫌がったのか、エリートさんよ。邪魔だ。どけ。畳みかけるぞ。せこんなもんじゃありないぜ。過激ギャソリン、またさ、たまにいる。どけ。死なれたい奴から前に出な。すんじゃねえぞ。いつもいつも戦うばかり伸びやがって。ほらほら、どうした？いいもんあるじゃねえか。終わりだ。
ですか。結構ですよ。元よりメールもろくに返さないメルトモなら、アドレス帳に残すつもりはありませんから。なこったろうとは思ったぜ。なあ待てよ、俺は何も新選組に使おうってんじゃねえよ。生来ポリコートは気が合わねえ。黒にも白にも混ざるつもりはねえ。来いよ、鬼の副長。まずはてめえからだ。この上位獅子白夜叉の首取れるもんなら取ってみやがれ。佐々木よ、どうやらてめえとんでもねえ野郎歯車に巻き込んじまったようだな。この天下のバラガキはてめえらの手に負えねえ。ガキ一人に踊らされた野郎が抜かしやがる。そのへっぴり腰でやれんのか。暴れやすいようにいっそ人質ぶった切ってやってもいいんだぜ。やれよ。今さらガキの一人や二人やったところで変わるかよ。許しを請うつもりも許してもらえるとも思っちゃいねえよ。そんな身で罪を裁くつもりもさらさらねえ。だが罪は裁けなくても、罪を注ぐことができなくとも、俺たちにしかできねえこともあんだろ。てめえと同じ過ちを犯さねえよう止めてやることはできる。過ちを受け止め前に進む術を教えてやることはできる。俺はどっかの物分かりのいい野郎のように誰も救えねえなんて諦めるつもりはねえ。悪ガキが悪ガキ見捨てたら死ねえだろうが、それでもやるってんならやれよ、悪ガキ。本当にやるやつがあるか！てめえがやれっつったんだろうが！違う。よくここまでこらえたな。もう我慢はいらねえ。大暴れしてやれ！バラガキだわ。てめえら覚悟しやがれ。かかってこい。おうおう、熱いね副長さん。てめえもくすぶってんじゃないか白夜叉さんよ。御用を改めてやる。誰にも俺たちの新選組を怪我させねえ。二度と悪さすんじゃねえぞ。飛んでけ。何、私は別格みてえな顔してんだニャンコアさん。こいつでどうだ。早くしろ。うわ
爆炎に紛れ次々と見回り組を買っていく土方と銀時。老師たちは混乱に乗じて逃げ出そうとするが逃げ場はなかった。外で待機していた見回り組本体は応援要請を受けてビル内になだれ込む。しかし中には捕獲された老師と新選組の服を着せられた見回り組の大使のみ。見回り組に変装し脱出した土方たちは外に残った伊三郎を取り囲む。
土方たちは見回り組になりすまし、騙し討ちと同士討ちを誘発させたのだった。近藤は伊三郎に、今回の件は互いに不問に処し、手を引くよう提案する。いかがでしょうか、局長。老士たちを捕獲してきなさい。結構です。人質はくれてやりましょう。事件はもう解決しました。英断心より感謝いたしますよ、局長。いいえ、これからもお互い江戸の治安を守る者として頑張っていきましょう。ええ、せいぜいエリートの足を引っ張らないよう気をつけますよ。ご謙遜を。あなたたちは立派なエリートですよ。悪ガキのエリートだ。こうして事件は無事収束を迎えたのだった。夜が明けて、ビルの瓦礫に座る伊三郎の前に高杉晋助が現れる。江戸を守る見回り組でありながら、上位志士の高杉と手を組んでいた伊三郎。私たちがこの瓦礫の海を更地に変えるとき、水を失った魚がどうあがくか楽しみですね。よっしゃ。さて、やるか。悪いけど二度寝させてもらうわ。行くか。よし。何も変わらねえな、この町は。行くか。さて、やるか。
よし。そんじゃ戦闘開始だ。ったくめんどくせえな。やつら一気に仕留めるぞ。ツバじゃないカツラだ。まずはこいつらを蹴散らすぞ銀時。湧いてきやがる。このままだとカグラと新発が。行け銀時、ここは俺が食い止める。ぽっくりやられんじゃねえぞ。お前に言われなくても死にはしないさ。まだやることがあるのでな。こいつがどうだ。めんどくせえな。これで終わりにするぜ。めんどくせえな。なんだもんよ。終わった終わった。やった。人だな。俺はよろずや銀ちゃんだ。覚悟はいいな。ここで立ち止まったら魂が折れちまうんだよ。つー、こいつでどうだ。こんなもんだ。しつけんだよてめえら。終わりだね。なんだおい、騒がしいな。こんなんじゃ俺には勝てねえぜ。一段落だな。ザグ、めんどくせえな。どんなところだな。ザグ、どんなもんよ。めんどくせえな。さあ、終わってんの。
死やがしなんて言うだだけは誰にも譲れん。完了だと一段落だな。しつけんだよてめえら。だぞ、なんか出やがったぞ。ラッキー。さて決めるか。こいつどうだ。よろずや銀ちゃんだ。覚悟はいいな。ここで立ち止まったら魂が折れちまうんだよ。こいつでどうだ。ったくめんどくせえな。ったくめんどくせえな。こいつでどうだ。しつけんだよてめえら。あとはこの当分王に任せな。こいつでどうだ。こんなんじゃ俺には勝てねえぞ。一段落だ。指名だ。完了と。一段落だ。銀ちゃんだ。覚悟はいいな。こいつでどうだ。Yeah!
俺はよろずや銀ちゃんだ。覚悟はいいな。ここで立ち止まったら魂が折れちまうんだよ。つーこいつでどうだ。おりゃおりゃ。こんなんじゃ俺には勝てねえ。おりゃおりゃ。ラッキー。貴様やはり上位獅子に入らんか。いつも戦った時ばかり伸びやがって。人だろうな。石頭ナンバーワンの誰も譲れん。死ねえだ。これで終わりにするぜ。ったく、めんどくせえな。全力で、てめえをぶった切る。覚悟はいいな。こいつでどうだ。こっちは片がついたぜ。待ってろゼラ。まだ続くの？これ。なんとか間に合ったみてえだな。遅かったではないか。いい時。ちょいとでけえうんこ流してきたところよ。行くぞ。これで決着だ。ああ行くぜ。おいしめだ。おりゃ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 これで終わりにするぜ。おりゃおりゃすまないな、銀時。どうした、ずいぶんへばってるじゃねえか。そういうお前もずいぶん息が上がっているな。言ってくれるじゃねえか。
めんどくせえな。全力でてめえをぶった切る。覚悟はいいな。こいつでどうだ。十分じゃねえの？おっしゃー！よっしゃー！さて、やるか。紅桜の事件で銀時が桂の手助けをしたとの噂を聞きつけた土方。新八の道場で療養中の銀時を山崎に調査させる。しかしなんやかんやあって調査はうまくいかなかった。あの、すいません、あの銀さんいますか？ここに銀さんがいるって聞いてきたんだけど、開かなくって。あの、じゃあせめて言づてを。私いろいろあったけど今は元気にやってます。本当にありがとうって。作文？さて、やるか。さて、やるか。よし。さて、やるか。よし。さて、やるか。さて、やるか。よし。へへ、やったな。やるか。
よし。さて、やるか。ここに帰ってくるぞ。行くか。よし。